んこんにちは、しほです。はい、今回はグレイル秋服購入品紹介をやっていきたいと思います。前回はこちらの8月の下旬にですね、秋にも使えるという感じで夏服兼秋服をご紹介した動画をアップしているんですけど、たくさんの方に再生していただきありがとうございます。秋小物がね、前回は多かったかなと思うんですけど、ここ数日急に涼しくなってきて、だいぶ過ごしやすくなってきたなと思っているので、今回はがっつり秋服メインでご紹介していきたいと思います。お洋服だけに限らずアイテムも合わせて買っているので、コーデとして皆さんに参考になるように共有していきたいと思います。プチプラでめっちゃね可愛くて、最近なんか改めてグレイル可愛いなと思ってよく見てるので、皆さんのお買い物の参考になる動画作れたらと思ってます。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回も早速やっていきたいんですけど、私の基本情報を出しておきます。身長155センチ、体重43キロぐらいですね。今は骨格がウェーブで、首短めのストレート要素ありです。靴のサイズが、今回も靴何足か買ってあるので共有なんですが、22.5 から23が多いです。最近は点5より23が多いかなっていうサイズ感です。パーソナルカラーはイエベ春になってます。では早速1コーデ目からご紹介です。まずは今日私が着ているこのお洋服になります。ここ最近の購入品の中ではあんまり買ってなかったような、1枚で絵になる可愛いワンピースを購入しました。こちらが V ネックタックデニムフレアワンピースです。サイズはS サイズになります。袖がねすごくふわっとしてて可愛くて、五分袖ですね。今の時期にぴったりな袖丈だったりなのかなと思ってます。こんな感じです。でこれにはブーツを合わせたいなと思って購入しました。でグレイルブーツがだいぶ出ていて、いろいろチェックしたんですけど、ほんと可愛いもの多くて、やっぱね可愛くていいなって思うものは売り切れてるものも多かったので、ぜひね再入荷通知とかこまめにチェックをしておくことをおすすめします。ブラックもいいなと思ったんですけど、まだちょっと秋初秋ということで、あんまり重くなりすぎないようにホワイトと、前回の購入品で紹介したこちらのパールのショルダーもね合わせたらいいかなと思って持ってきました。こちら履いてみます。ヒールはねそんなに高くないので安定感あるんじゃないかなと思ってます。ちなみに私は23センチを選んでいます。はい、全身はこんな感じです。23センチ買ったんですけど、サイズ感はぴったりかなっていう感じです。まあ、靴買うのね結構ネットだと難しいと思うんですけど、私は23を選ぶことが多くて23でぴったりサイズでした。デニムだと秋っぽさが出ると思うので、ちょっと取り入れたいなと思って今回の購入品でも多く購入しています。1つ目のワンピースでした。なんかそんなに突っ張り感とかもないから、子供いる時とかでもスニーカー合わせとかでも使えそうです。では次いきます。2コーデ目はこちらになります。ちょっとさっきとはまた雰囲気の違うカジュアル要素強めなアイテムなんですけど、ランキング上位になっていて使えそうだなと思って今回手に取ってみました。こちらがオフショルダースウェットトップスの、今着用しているのがグレーになります。これちょっと形かわいいなと思ったので、じゃん、ピンクも購入しました。ちょっとね首が短めなので、若干ここが隙間があった方が私は小顔に見える気がして、これを選びました。で今こんな風に着てるんですけど、サイトとかだとちょっとこう斜めにしてオフショルダーにして着てるのもありかなと思いましたが、私はちょっとそのままでもいいかなと思ってこんな風に着てます。こんな風にねがっつりにオフショルにして着ることもできます。でピンクこっちも可愛いですよね。1枚ねこういうカラーものあったら使えそうだなと思って買ってみました。で今日合わせているボトムスですね、これがフレアデニムパンツのブラック、そして先ほどのこのピンクに合わせたらいいかなと思って、フレアパンツ同じシリーズのもの、ブルーのカラーもね購
購入してみました。で、私はこういうフレアパンツが一番なんか自分の骨格に合ってる気がして、結構フレアパンツ持ってるんですけど、グレイルね、秋物冬物だとこういうパンツめっちゃたくさん出てたので買うの悩んだんですけど、この2本を購入してみました。なのでいろんなトップスにフレアパンツあったら合わせやすいですし、私スニーカー履くことも多いので、なんかフレアパンツってスニーカーの相性もすごく良くてお気に入りです。という感じでスニーカーもね買いました。これはラメメッシュ厚底ダットスニーカーなので、ほんのりなんですけどラメの入っている素材だとちょっと見にくいかも、なので別映像入れときます。ダットスニーカーとバッグはこちらを選びました。ショルダーもついているので、こんな風にショルダー掛けしてスニーカー合わせたいと思います。はい、全身こんな感じです。スニーカーがね、めっちゃ軽くて歩きやすいです。秋になってだいぶ涼しくなってきたので、子供と公園行ったり外に出る機会も増えるかなと思って、そういう時にはこういう格好がちょうどいいなと思って購入しました。このカバンもね、必要なスマホとかあとリップ1本ぐらい全然余裕で入りますので、入れますので入るので、これは子供と出かける時にすごく大活躍しそうだなと思ってます。ピンクとブルーのデニムも履いてみます。ピンク着てみました。やっぱピンクも可愛いですよね。こんな感じです。プシュルにしてこれも着ることできますし、デニム履いてみました。かなりね、これストレッチも効いてるので子供とのお出かけには絶対使えると思います。はい、ということで2コーデ目は少しカジュアルなコーデをご紹介でした。では次行きたいと思います。3コーデ目行きたいと思います。3コーデ目はじゃーん、ついにニットが登場です。かわいいです。ゴールドボタンショート丈ニットカーディガンアイボリーです。こちらフリーサイズになっていて、ランキングでも上位だったプラスカラー展開も豊富だったので、どれを選ぶかちょっと悩んだんですけど、一番使いやすいこの色にしました。こういう形のニットカーディガンだったら、今私はボタンを留めてトップスとして使ってますけど、全然羽織としても使えますし、ピースさっきのデニムのものとかに羽織として使ってあげても全然着回しが効きそうだなと思ってます。ボトムスはこちらになります。テーパードデニムパンツのインディゴでサイズ XS にしました。ちょうどぴったりサイズです。やっぱこういうテーパードパンツも綺麗め好きな私にとってはめちゃくちゃ使えるアイテムで、やっぱ秋冬となったら濃い色使いたくなるので、1個持っておくとめちゃくちゃ万能だなと思っているアイテムの一つです。結構シンプルなコーデだったので、靴はちょっと派手めな色を選んでみました。リボンポインテッドトゥバレーシューズです。カラーがレッドです。レッドなんだけどちょっとなんか朱色っぽい色味でとっても可愛いです。サイズ23に私はしました。で、カバンもご紹介です。クロワッサンレザーショルダーバッグのブラックです。ショルダーがなんと2つ付いていて、今ちょっと短い方を使っているんですが、長くしてショルダーにもできるし、この長さだったらこんな風に肩掛けで使うことができるというアイテムです。形がすごく可愛くてペンキっぽいのと、やっぱこういう形今流行ってますよね。なのでちょっと私も気になって購入してみました。で、まあ、子供がいる時は肩掛けなかなか使わないと思うので、子供のいる時はショルダー掛けにして使えたらいいなと思います。トレンドのアイテムもね、めちゃくちゃたくさん置いてあるので、グレイルすごいなと思ってます。こちら合わせます。はい、全身はこんな感じです。今何もね、ロールアップとかしてないんですけど、ちょっとロールアップして履いてもいいかも。ちょっとニットはね、まだ暑いですけど、また急に朝晩は冷え込むようになってね、出番が出てくると思うので早めの購入でした。こんな感じです。このカバンも結構きれいめに見えるので使えそうかなと思います。4コーデ目はこちらになります。ちょっとモノトーンにまとめてみました。まずこちらに着ているインナーですね。ボーダー柄フレアスリーブリブニットトップスの、私が選んだカラーがチャコールというカラーです。チャコールなので黒でもなく薄いグレーでもない、ちょっと濃いグレーみたいな感じの、ちょっと柔らかさがねブラックに比べて出るかなと思ってこちらのカラー選びました。合わせ
てるこちらのベストの商品クレジットです。リボンベルト付き V ネックベストです。カラーはブラックにしました。で見るとこんな感じになります。ちなみに今下に前回のグレイル購入品で購入したショートパンツ、こちらをね合わせております。結構丈短めなので中にこういうの仕込むのがいいかなと思います。サイドにボタンがついているのでここを開けて使ってもありっぽいです。でウエストにこんな風にベルトがついています。ポケットもありますね。ちょっと足出しは抵抗があるので足出しの時に使えるこちらのロングブーツを購入しています。こちらがスクエアトゥーフレアヒールレザーロングブーツです。こんな風にスクエアトゥーになっております。小物関係ちょっとねモノトーンで買ってみたんですけど、こちらのパールの巾着付きのショルダーのねカバンと、これは絶対秋冬使えるなと思ったパーバケットハットです。アイボリーとブラックの2色買いです。ちょっと髪まとめちゃってるのでこれ後で被ります。ブーツとカバン合わせてみます。全身はこんな感じです。こちらね結構ヒールあるんですけど、ヒールが結構厚めなので安定感あって歩きやすそうです。このね内側に着ているインナーも袖がフレアになってるんですけど、結構ピタッとしたリブ素材なので腕まくりとかしても全然落ちてくる感じもないし、形すごく可愛くて気に入っています。言い忘れちゃったんですけど、私首がめちゃくちゃ短めなので、このトップス実はここまで首あるんですけど1個折って私着てます。内側に折るでもいいかな、内側に1個折ってちょっと短くして隙間を作って着ています。なのでもしも首が短めでっていう方は私のこの技を使ってみてください。ちょっと1個少し首が見えるので顔周りがスッキリして見えるかなと思います。で帽子ですね、帽子かぶってみます。まずはブラック、このコーデにもね合いそうだなと思って買ったんですけど、こんな感じ。黒も使えると思うんですけど冬の白って可愛いですよね。冬の白もありかなと思ってこちらのカラーも買ってきました。形は結構そんなに広がりがない、お下にツバも落ちてきてる感じの形かなと思います。なので顔も隠れるからスピード時とかにも使えそうな形なんじゃないかなと思います。こちらが白の方です。この4コーデ目はかなりモノトーンでまとめてみたんですけど、私的に結構このコーデは好きなのでまたやりたいなと思います。では次いきます。そして5コーデ目に行きたいと思います。こちらのトップスとボトムスです。まずはトップスからご紹介します。こちらです。ケーブル編みニットパフスリーブトップスです。じゃーん、こんな感じ。今季ねちょっと他のブランドさんとかでもこういうのよく見ますよね、がグレイルにも売っていたので買ってみました。私が選んだカラーはですねアイボリーになります。けどちょっとベージュっぽさもあるようなカラーなので秋感がねあるなと思って買ってみました。で今の時期はちょうどこれぐらいが使いやすいかなと思います。先ほど着ていたね長袖のニットとかだともうちょっと秋が深くなってからだと思うので、今の時期はこれぐらいが合わせやすいなと思って買ってみました。下はですねロングスカートにしています。こちらがスリットデニムロングスカートのブラックです。でスリットがこの真ん中にがっつり入っているので、アイラインのスカートってスリットがないものだと結構足が開かなくて使いにくいもの多いんですけど、これはスリットが入ってるので使いやすいなと思って購入しました。こちらにはじゃーん、ブーツも買ってみました。もう先ほどね話したんですけどブーツも本当に種類がたくさんあって悩んだんですけど、私が買ったブーツがスクエアトゥーレザーショートブーツのブラック23センチになります。一番シンプルで一番使いやすい感じかなと思います。でカバンはちょっとさっき使ったこれ合わせようかなと思ってます。全身はこんな感じです。スリットからこのブーツが見えるのも秋っぽくておしゃれですよね。全体的にこのスカートも割と硬くないし動きやすいので子供がいる時でも使いやすい気がします。でブーツもそんなにすごいピンヒールなわけでもないから歩きやすくてすごく安定してるなっていう印象です。はい、5コーデ目は今の時期からすぐ使えそうな秋コーデでした。これにさっきのこういった黒の帽子とかも使えそうなのでこんな風にまとめても良さそうです。
からはですね、ちょっと気になったトップスを大量に買ったので、そちらをガンガン着てご紹介していくコーナーにしていきたいと思います。まずはじゃん、こちらの赤のトップスです。今着ているものと形がすごく似てるんですけど、やっぱこういう形が私は好きで選んでしまいました。パフスリーブニットトップスのレッドです。サイズは M サイズです。はい、こんな感じです。今着ているこのボトムスとかとも相性が良さそうなので、すごく使い回しが効きそうだなと思って買ってみました。結構色がはっきりしたものとかも多いので、推し活とかライブ行く時とかにも使えそうだなと思って買ったものになります。まあ、ライブの予定は特にないですけど、なんかそういうのにも使えそうなアイテムがたくさんありました。では次の気になったトップスいきます。じゃん、こちらのショート丈シャギーニットトップスの、私はこちらのブルーとホワイトを買ってみました。このシャギーの抜け具合は全くないわけではないですけど、すごいあるかっていうとそんな感じではなさそうです。お、気持ちがいい。ブルー着てみるとこんな感じです。これも結構首元がちょっとボートネックっぽくなって開いているので、スッキリしてる見えそうなのと、私なんか割とこういうパステルブラウンとかこういう色が自分的にしっくりくるなと思って、秋冬も着たいなと思った時にちょうどこのカラーがあったので、この色を選んでみました。先ほど購入したフレアパンツとかにも相性良さそうですし、こっちのカラーもちょっと着てみます。冬の白かわいいわ。合わせてさっきの帽子かぶって真っ白コーデとかしてもかわいい気がします。こんな感じです。今着ているこのボトムスにも相性が良さそうですね。一気にこういうシャギーとかファーとかが入ると冬感が増して可愛くなる気がします。最初に紹介したホワイトのブーツとかにもこれ合いそう。合わせたらめっちゃ可愛い気がしますし、なんか首元がまあまあ開いてるから着痩せして見えますね。続いて気になったトップスこちらです。めっちゃ可愛いの。袖の部分もこんな風になっていて、これがバルーンスリーブリブニットトップスです。こういう今年ナイロンっぽい素材のバルーンってすごい流行ってる気がして、グレイルにもそういうものがたくさんあったので、やっぱトレンドを抑えてる商品多いなという印象です。じゃん、こんな感じ。袖はすごい長いわけではなく、ゴム袖くらいなところにこのバルーンスリーブがついてる形になります。これに合わせたら可愛いだろうなと思って、ランキング上位にあったスイードのジレ、こういうのも1個持っておくといろんなコーデにプラスワンできて使い回しが効くと思います。この部分がパールになっていてすごく可愛いです。こちらも羽織ってみます。ミックスツイード着ると一気にクリスマス感が増しますね。可愛い。こんな感じです。これもペプラのシルエットになっているので私のドツボの形です。これに合わせたら可愛いなと思ったスカートに見えるパンツです。中がこんな風にズボンになっています。先ほど紹介したブーツも合わせてみたんですけど、こんな感じです。スカート履いてます。スカートなんだけどパンツだからなんかちょっと変な感じするんですけど、この冬はこんな風にちょっと足出しもありかなと思って着てみました。今黒のインナーを合わせているんですけど、白もあったら絶対使えるだろうなと思ってこちらのリブのトップス購入しています。スクエアネックフレアスリーブリブニットトップスのオフホワイト S サイズです。これもカラー展開がすごく豊富なのと、やっぱシンプルで使いやすいからランキング上位になっていて、私も1枚持っておこうと思ってカゴに入れました。今黒のものをこのスクエアネックのリブに変えたいと思います。1枚で着てみるとこんな形になります。フレアスリーブになってるかな、ちょっと袖に向かってフレアになっているスクエアネックのものです。こんな感じです。このスカートに合わせてこんな風に着ても可愛いと思います。でこのベストを合わせます。全部締めずにこんな風に着ても可愛いと思います。やっぱインナーを黒か白で変えるだけでも全然雰囲気変わりますよね。やっぱ白の方が優しく見える気がします。
最後はじゃん、こちらのビジュのついたパーカーを買いました。ラインストーン裏起毛ショート丈パーカーのブラックです。これは保育園の送迎とかで絶対使えるだろうなと思って今回カゴに入れました。さっき紹介したフレアのデニムとか、まあ、もちろんデニムのスカートとかもいいんですけど、ちょっと涼しくなってきた時に羽織るように使えたらいいなと思って買ったものこんな感じです。結構丈短めなのでハイウエストのものに合わせて羽織として使いたいなと思います。結構スウェット買いましたけど数少ないカジュアルよりアイテムでした。こんな風にストーンついてるからちょっと綺麗め好きな私にもめちゃくちゃ着やすい感じで可愛いし、裏起毛なので今着るとめちゃくちゃ暑いんですけど、11月入ったぐらいとか10月の末とかからはちょっと羽織に使えそうだなと思って買いました。はい、ということで今回はグレイルで30点の秋服購入品紹介でした。ちょっと前半コーディネート、後半は気になったアイテムをガンガン紹介していくというスタイルで今回はご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この今着てるやっぱ着心地が気持ちよくてチクチク感全くないので、結構ねやっぱプチプラ価格だとこういう毛のものとかのチクチク加減とかニットものとか結構気になる季節だと思うんですけど、今回私が買ったもの、これチクチク気になるなってものとかは一つもなかったです。また冬にかけてニットアイテムとかアウターとかもチェックしていこうと思うので引き続き見ていただけると嬉しいです。皆さんが気になったコーデぜひコメントで教えてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。